私はキルヘンベルの町が大好き。生まれてからずっと暮らしてる。たくさんの思い出が詰まった町だから。でも今日でキルヘンベルからしばらく離れることになったの。その前にここで作った大切な思い出をいっぱい話しておきたいんだ。おばあちゃんがいなくなってから私は一人でアトリエを続けてたの。昼間はみんな来てくれるけど、夜になると一人ぼっちになっちゃうのが寂しかったな。けどそんな寂しい毎日はプラフタと出会って変わったんだ。プラフタは不思議な喋る本でね、昔の記憶をなくしてたの。そのなくした記憶を取り戻すためにたくさんのレシピをプラフタに書いたんだ。少しずつプラフタの記憶が戻っていって、プラフタが人間だったっていうのが分かった頃かな、私プラフタを人間に戻したいって思うようになったんだ。けどその方法が分からなくて、勢いだけで行動しちゃってプラフタを怒らせちゃったこともあったんだ。まああれは怒って当然だったけど、結局今も人間に戻す方法は分かってないの。けどね、代わりにすっごい名案を思いついたんだよ。それはね、人間に近い人形の体にプラフタの魂を移すことなんだ。もちろんそれも簡単なことじゃなくて、町のみんなが協力してくれたおかげで素敵な体が出来上がったの。私もみんなもプラフタもすっごく嬉しかったけど、大変なのはその後だったんだ。プラフタが昔戦った錬金術師ルアードが復活したの。プラフタはそれを止めようとしたんだけど、なんか違う気がして、私とプラフタは一緒にルアードを説得しに行ったんだ。もちろん不安だったけど、きっとできるって信じてた。だってルアードももともとは私たちと同じ思いを持っていた人だから。プラフタも本当はルアードを倒したいとは思っていなかった。だってプラフタの夢はみんなを笑顔にすることだから。それならプラフタにもルアードにも笑顔になってほしい。だって私の夢はみんなを幸せにすることだから。二人でならできるってそう思えたんだ。みんなを笑顔で幸せにする、そんな錬金術師に。だから私は決めたの。おばあちゃんと同じ公認錬金術師になろうって。しばらくの間ギルヘンベルとお別れしないといけないのは寂しいけど、きっと絶対に公認錬金術師になってみせる。おばあちゃんみたいな錬金術師になりたいから。だからその時まで見守っててね。それじゃあ行ってきます。大好きなおばあちゃんへ、ソフィーノイエンミュラー。